やっとですね、用意ができました。仕入れ、ユーズドバイクの仕入れからですね、約1週間、仕入れた状態でも乗れる状態ではあったんですが、まあ名義変更しなければいけなくて、今名義変更は終わっております。それ以外にですね、まあ各所見ただけでこのままじゃいかんなということで、ちょっとチェックをさせていただいて、オーバーホールをしていったら、なんとあれやこれややっぱり出てきて、これではなんともテストをしていくにはですね厳しいなということで、いろいろオーバーホールしたらですね、またエンジンまで開けることになってしまったと。そんなやつを仕上げて、さあ乗れる状態に持ってきました。ここからがですね、ウィズミーの本番ですよ。この後ちゃんと車両チェックテストをですね、私及び神長とかがやりまして、最終的にはまあサーキット走行もしてきちんと走れるマシンになるかどうか、実力のほどはですね、この30年前に売られた当時の実力をですね発揮できるのかどうかをですねチェックしながら行ってみたいと思います。その前にですよ、この音、直四の音をですね一回聞いてみたいと思います。エンジンかけますよ。チョークレバーがあるんだよね、これね。チョークレバー引っ張り、そう、今時チョークを使うことがなくなったんでね、チョーク、おお、いいじゃない。今の ZX25R できたらチョークレバーねえもんな。こういう操作がいらないか。調子いいんじゃない？どれどれ？ちゃんとね、完全燃焼に近い状態にいってますよ。軽くレーシングしてるだけで8000回転、まだ低回転でのレーシングなんだけどね。よし、それではですね、一発試乗をですね、行ってみたいと思います。よし、それでは。
OK。 いや久しぶりにですね、気持ちいい4気筒の、まあそれも250ですけどね、久しぶりに、ね、走ってみるとね、音だけが先行するっていうのがね、なんか久しぶりに来たな。パワー的には今のツインの250よりも当然速いから、低速からある程度のスピード乗りはいいんだけど、それ以上にでも音の甲高さがスピードよりも先にやっぱり行くな。確かにそれはですね言える。それをもってして昔の 250cc はですね、音だけが先行してるなってよく言われたんだけど、でも速さも十分にあるし、低速トルクも十分にある。中古車のね、仕上げの今感想としては、まずねブレーキの当たり最初やっぱり全然出てないんで、ブレーキはねでもちょっとかけてたらね当たりついてきて、まあ少し良くなったんで、ブレーキパッドとかね、まあ、メンテはしてるんで、最初だけ効きが悪かったんだけど、ある程度当たりが出ればまあ良くなった。それは CP パッドを組んだからかな。でも効き始めればやっぱりダブルディスクだからね、それなりに効きますよ。リアブレーキも良い。ただ ABS がないんでね、そこだけは要注意ですよね。サスペンション前後ともある程度オーバーホールして綺麗にしてるので、動きはそれなりに当時の状況をある程度再現できてるかなと。あとはね、気になるところ、まあ、ちょっとミラーはねアフターパーツなんで、やっぱりミラーちょっとノーマルに戻したいかなっていうのありますよね。エンジンいいね。今ねとりあえずね1万9000回転までレッドゾーンまで回したけど、綺麗によどみなく甲高い音で回る。これだったら絶好調でテストできるんじゃないかなと思うんでね、ユーズドバイクのね車両テストはまあ私が乗ってこうやって最終的にね、まあ、OK が出ればいいんですが、まあでも一発目の試乗としてはほぼほぼ手直しいらないぐらいになりましたね。これからがですね、そういった意味ではこれからが楽しみでございます。多分ヤングマシンのテストにもこの車両で持っていくんじゃないかなと思います。以上